オードリー若林です。土曜の夜霞まずは雪に関する情報です。昨日は東京で20年ぶり20センチを超える積雪が観測されるなど広い範囲で記録的な大雪となりました。西日本から関東地方にかけてはすでに大雪の峠を越したようですが東北地方の太平洋側では今も激しい雪が降り続いています。 また、関東地方でも雪で電線が切れたり、たわんだりした影響で、この時間も停電の起きている地域が残っています。今後の雪と強い風の情報について、気象協会に伺います。日本気象協会の関口さん、お願いしやす。はい、お伝えします。関東地方では大雪のピークは超えてきました。 この後は東北の太平洋側で今夜にかけて大雪や暴風、高波に警戒が必要です。気象情報は以上です。関口さん、ありがとうございました。東北の太平洋側では今夜遅くまで大雪が続くということですので、今後も引き続き気象情報にご注意ください。それでは今日も参りましょう。オードリーのオールナイトニッポン